実はこのお便りも先週にいただいたお便りです。13日のお便りがここにあります。はい、もちろん今日もこのことに関してのお便りをいただいております。はい、別に選挙絡みではないんですけども、なぜか後回しになってしまい、そして今日も来ておりますので、あ、これはますますちょっと話題になってきたんだろうな、はい、ということです。家中の栗を拾う改め、夢中の栗をなんとかさんからいただいておりますけれども、星野亜紀さんが落札してもいない空気清浄機を落札したかのような書き込みをブログでして、詐欺容疑で、捕まったワールドオークションに加担したらしいということです。星野さんは別のタレントに頼まれてアルバイトとして30万円でやってしまったんだそうです。このワールドオークションというのは入札の度に手数料のかかるペニーオークションという形式のサイトで、落札価格は安くても手数料が高額になってしまうみたいです。星野亜紀さんには反省してもらって、ペニースオークションにでも解説してほしいなと思います。いらないです。はい。走れプリクラさんからもいただいておりますけれども、私も芸能人のブログを見て化粧品とか健康グッズとかついついサンプルを取り寄せたりしちゃうもん。あんな可愛い顔してたった30万のために信用をなくしたのね。他の芸能人も迷惑だよね。自分が使ってよかったものとかを純粋に人に教えたくなりますよね。そういう人からすると本当に迷惑。これは大罪ですね、と。確かにね、僕らもいろんなことをこう、これ良かったとか言うんでしょうけれども、はい、その実態どうなんやろうと、この方もペニー、やっぱりこのオスのね、オスは今回関係ないオークションさんから、はい、手数料だけかかって商品が落札できない苦情が殺到したペニーオークションですが、京都大阪府警によりますと、運営者がタレントに現金を渡してブログに、虚偽の落札体験広告を書かせていたそうです。年下ジョッキーと結婚した巨乳ちゃんやどっかの元大統領夫人だった人など多数で、芸能人ブログは嘘だらけかもわかりませんね、というのがこれ先週いただいたお便り、はい、で今日は今日で、この方を、K さんとだけ言っておきましょうかね。ファックスでペニーオークションの詐欺事件についてですが、報酬目的に虚偽の事実をブログに書き込むなどもってのほかだと思います。関係した全タレント今後のブログ掲載を一切禁止すべきだと思いますというね、そんな中で松金陽子さんの名前も出てきていましたね、はいはい。しかし頭には、松金ヨネ子さんしか頭に浮かばないんですけども、全然違います。別人ですからね。全然違うですね。はい、その他こちらの方、ラジオダイソーさんも、あなたの何々が5万円で落札されました。こちらへ連絡してくださいというような内容のメールが来たんですが、あれも怪しかったですね、ということですね。純粋なこの、あれですね。またちょっと別の。また別の話でしょうね、はいはい、これはね、迷惑メールの方ですね。はい、このオークションはどこが普通のオークションと違うかというと、よく皆さんもね、オークションでこれ買ったとかいうことで、はい、ヤフオクとかいろんなオークションがね、ありますけど、あれは、素人対素人がやるオークションなんですよね。はいはい、そこに出品されているものは、全然関係ない。素人さん、ある素人さんが出したもの。うんうん、で、それを素人さんがこっちで、これ欲しいな。いやいや、それではいいか、もうちょっとこっちで、素人さん同士やるんですけども、このペニーオークションは、これなんかドイツでね、元々は開発されたものらしいんですけども、これ出品するのは素人さんではなくて、業者なんですね、はい。業者の人が出品して、例えば1円と。ね、こんなカメラ1円って、1円なら俺もって2円とか言ってこうやって、その入札のたびに手数料がかかるということで、はい、業者は安く提供しても手数料でちゃんと元が取れるというような、はい、こともあるという。ペニーオークション自体はだから別に違法じゃないですけど、今回どんだけやっても落札できないようになってたっていうところがね。手数料だけ持ってっちゃうという、はい、そういうこともあったり、そういう問題の出来事でありました。